これからも欠かすことのできないマスク、自分の顔にフィットさせてと。私にはぴったりなサイズのマスクだけど、小さなお子さんのマスクって皆さんどうされてるのかな。幼児が着用する小さなサイズのマスクは従来から販売個数も少なかったこともあり、なかなか手に入らず、幼児の感染防止対策は急務となっています。甲府市にある福祉施設を訪ねました。うわあ、小さくて可愛らしい。皆さんが作ってるのは幼児向けの小さなマスクなんだ。今私たちはなかなか入手困難な幼児向けのマスクを作っています。一般的に市販されているマスクでは、たとえ小さなサイズ用であっても幼児に大きすぎてしまいます。安全安心を求めて幼児にぴったり合うサイズのマスクを作っています。布製のマスクなんですね。はい、洗濯をして再利用できる布製です。型紙に沿って加工します。中にお持ちの不織布を入れます。不織布がない場合はキッチンペーパーやティッシュペーパーを使うこともできます。なるほど、この大きさであれば幼児の小さな顔にあって安心ですね。県では44の障害者就労支援施設と連携しておよそ2万7000枚を生産してもらい、それを県が買い上げてクリーニングに出した上で幼稚園や保育所、児童養護施設さんに配布する、この山梨手作りマスクプロジェクトをスタートしました。企業さんから、受注していたこれまでの業務が少なくなってしまいましたが、このマスクプロジェクトに参加して皆さんのお役に立てればと思っています。一つ一つ丁寧に作っています。小さい子どもたちに使ってもらいたいです。さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には持続的な対策が必要です。人との間隔を空けること、マスクの着用、手洗いなど基本的な感染対策を徹底しましょう。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。皆さん頑張って、幼い子どもたちにサイズがぴったりなマスクを。山梨手作りマスクプロジェクトは安心と真心が届きますね。